さあそれじゃあね、コイキングの養殖を始めましょう。あ、2個目のマップはここだったね。ここもこうあったっけ。まあまあ行こう。あったっぽいな。こことこことここだな。まずは七ベース。あと500もいかずなんで、こいつがな、パチリスもうちょっといなきゃいけないのかな。パチリス、パチリス、パパパパ、だいぶ下だね。パチ、あ、この辺だ。パパパパ、ピクシー、パパパ、パチリス、いたいた。パチリスは、ハオトノハラ。どこだ、ハオトノハラ。だいぶ向こうだな。じゃあちょっとパシリス捕まえてこよう。なんか新しいのが、お、あんた一つ助けてくれよね。親分のカバルドンに追われてお守り落としちゃったんだよ。見つけてきてくれよ。いいよ。まあそれはそうとして、パチリス、どっちや。わからん、こっちや。よし、さあということでみんな20超えました。いくぞ、進化の時間だ。コイキングがギャラドスになった。そうはならんやろ。ナトリアルがいい。コイが滝を登ると竜になるっていうね、それが元ネタなんで。はい、ということで、ね、進化完了。いやー、ヤラドスもいっぱいだねー。かな、にぎやか。じゃあお前たちはここに置いてくる。放逐するか。こいつやね、こいつ親分なんで。7メートル。すげえでかい。強さ 5.6メートル。あれ、さすがにここに置いていくことはできないのか。逃がすってない。ここにギャラドスを置いて帰ろうと思ったのに、ダメみたいですね。ポケモンまとめて逃がす。じゃあな。あー、すっきりすっきりすっきり。エスパー欲しいんで。まあこう今逃がすポケモンやん。ほんと怖いからやめてね、そういうの。エスパーイブイブイ。でニャルマをとりあえずね、進化させたいんで連れていくか。
で報告報告。まあ、コイキング・ギャラドスはもういらないですね。ギャラドスもいらねえじゃん。いらないんだ。じゃあもういいですね。ロゼリアをエスパータイプでボコしてとっとと完成させましょう。ゴーストは悪で倒す。オッケー。これで7つ星確定だね。じゃあ、ギャラドスを誰完了、あ、ガブリアスここにいた。スボミーさんを、こいつ進化させるとサシス、この辺か。スボミ、今7だね。捕まえた、倒した、スイトルを見た。スイトルを3回使って、進化させれば OK かな。スイトル、ない。毒好きめちゃくちゃ強いね。シビレゴナ 80%。 よし、ウソキのことだよな。待てたよ、あのウソキを見てくれよ。お、いるね。元気がないみたいだから木の実をたくさんあげたんだ。ありがとう。でもたくさん食べてるくせに元気にならなくて不思議だろう。あ、きっと水が足りてないんだよ。だって木みたいななりしてるだろ。行くだろう、後ろ後ろって違うんじゃねえ。ん、わーいわーい。水の波動が使えるポケモンいるわ。いるね。回収されたら困るんで、どうでもいいポケモンにしよう。いきなりね、大元気持ってかれたら泣くからね。仕方ない。え、うそー、うそー、怒った怒った。ウソッキーはね、岩なんでね。26、スイートル、捕まえてあげる。シビレゴ、おお、岩なんだ。おお、単純に弱い。あ、捕まえられねえわ。しびれごなした意味なかったな。岩ごとバリバリ食べちゃった。うそー、もしかして水好きじゃないの。うそうそ、悪いことしちゃったね。ごめんね、うさっき、うささん。悪かったね。よかれと思ってやったことだけど、ウソッキーのことを知らなさすぎたよね。図鑑作るって仕事、頑張ってくれよな。あ、ヘビーボール15個。いらないです。てか、アイテムいっぱいだ。ちょうどよかった。外出る前でよかった。
で回復。さーて、さて、さて。誰だっけ？イワーク。イワークの食事ってキノコかな？米もあるよ。米はダメみたいな。そんな好きじゃない。蜜は？蜜も違う。米の方が好きっぽい。食わんのかい。よし、50位ワーク。まだ2。倒した親分捕まえた。氷タイプ。氷タイプなんかねえぞ。捕まえるか。怪獣系っぽいよね。キノコ、キノコなんかあったっけな。米、米どう？米、お米食べろ。チャンス、チャンス。おめえんだよこのボール。よし、やん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 。オーバーチ。メガヤンマン7。親分を捕まえた、捕まえた、倒したもまだまだ。飛行で倒した。飛行、飛行、飛行。ペンギンいたらな。もういいか、倒すか。豪華猿で焼き尽くしましょう。やるか、この自信。あー、ライフン。力技で打つと120。しかし耐える。じゃあ死んだな、これ。虫なんて、ね、飛行がないっすよね。ちょっとこの先のことを考えると、回復はさせておきたいね。待ち入ります。長い。まだ。
よし。あれ？よしじゃない。まだですかね。今の画面端近くだったんで、ベタ判定になってた。ドナドナされちゃう。よし。ね、時空の歪み結構長い。まあここは隠れる場所はいっぱいあるんでね。まあまあアイテム回収とどんなポケモンが出るのか。日の嵐くん来いよ。日の嵐くん来いよ。53。あー変えるんだよな。あか戦うしかない。ちょっとこれ絡まれすぎだと思います。そしてこう、あーでも3匹いるな。嵐弱点つくと多分一瞬で殺しちゃうから知恵なんだな。嘘だ、どんなことこれはつらい。なんという麻痺。今回ガブリアス持ってってないからね。マジ電磁波はね 90%、 昔 100% だったからね。クソだわ、マジクソ。井の嵐はね、ここでしか多分捕まえれないと思うからね、なんとかして捕まえたかったんだけど。もういい加減にしろよ。まあぶっちゃけこのゲームね、バトルはひどすぎる。こっちに振りすぎる。正直ひどすぎる。
トレーナーも平気で複数してくるからね。よし、ドロボンなんか当たったら死ぬわ。どうしてだ、耐えれんだろう。カビゴン一回も攻撃できずに死んだ。はい、クソ。つぼみは多分昼にならないと進化できないと思うんで、あーなんとか欲しいよね。やっぱガブリアス入れとかないと戦闘面がきつすぎるね。どうしたものか。あルクシオさんとかどうでもいいね。アイテム回収自分のパーティーメンバーとの相性とかもあるからね。エラクロスとイーブイとEV 足りたっけ。ブイブイ。しかもね、このちっちゃいポケモンもここだとだいぶ好戦的なんだよ。いらない。で、すぐに消えるし、いるんで、あと2匹ぐらい足りない気もするけど。消えるんだよね、すぐ。まだ6匹だね、あと2匹いるね。でも欲しいのは EV じゃないんだ。火の嵐だった。そう、やっぱ火の嵐レアだったね。捕まえときたかった。アイテムね、あー終わりだ。あーちょっとやらかしだったな。報告します。つぼみはOK、ポポタス、オッケー。ウソキ、ロック。ニャルマ、ワルダクミ。あと、倒してもいいね。で、エサ。ニャルマはレベル進化でよかったと思うんだけどね。で、ガバルドンは、倒した。
まあ報告に帰らなきゃいけないんだけど